いどうも、福来たるのあつやこいですリクチャナということで、今回の企画は、ね、第3回、笑ってはいけないハテナボックスハテナボックス、もうこれ人気企画ですよね。うん、第1回は俺が勝って、はい、そうですね、第2回王者、第3回誰になるのかということですけども、うん、そうですよね。今回ですけれども新しくまた作りました、はい、これ、即興作り話。これはね、R指定君とかがようやってる、他の3人がワードをリンゴとか、そうそうそう、でもこれを使って、うん、例えば怖い話であったり滑らない話であったり、はい、これも楽しめるんじゃないでしょうかということで、実際にやってみましょう。やんじゃん、うん、うん、服きたる、よーいスタート。即興作り話、何の答えでも、何でもいい、何でもいい、豆知識にする。ああ、でもできるよ。虹な、うん、はい、パンダ、パンダな、バンズ、バンズ、あのハンバーガーの、あ、パティバンズの、うん、そうそうそう、パンダな、うん、で俺だけかなっていう感じで入ってくれた。これって俺だけかな、俺だけやろな。あの、みんな野生のパンダって知ってる？あの、動物園で飼われてないパンダやねんけど、パンダに、その、うん、みんな笹食べてると思うねんけど、うん、その笹をバンズに変えんねん。うん。ほんなら、バンズをむしゃむしゃ食べたら、すっごいでかい虹が、ひらーんって、すっごいでかい虹が、ひらーんって、なるらしいねん。空に、パンダがパンツ食べたら、うん、俺だけやろな。おー、あれが冷やし中華始めました。いくで、チュンチュ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 ンチュチュチュンチュ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 ンチュンチュン、冷やし中華始めました。これめっちゃうまない。誰ですか？アメミヤです。タツオさん、うん、全部見る。僕は雨宮、兵庫県の、じゃあ尼崎。虹の見えへんな、多分、多分な。いやな、激つてやせ、何話したらいいの？怖い話もう一回言ってくる、うんうん、まあ全然、うん、ダイナミック琉球、はい、ヒュードル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 で、ちょっと頼む。もうアメリカのお金や、後半。じゃあ俺ベンチプレスベーコンで。まあ頼むわ、ちょっとだけ。うん、行くわ。うん、早めに行った方がいい。うん、うん、まあ、5分にお願いして。これはね、僕が高校の時に、会った話なんですけども、うん、地元の子と心霊スポットに行こうや、うん、ということになりまして、うん、そんならその友達も、うん、おーええやないか、行こうやないかっていうことで、うん、いざ行ったんですけども、うん、そのメンバーっていうのがね、一、うん、人がまあベンチプレスベーコン君と、もう一人がダイナミック琉球君で、この3人で行ったんですよ。はいはいはい、あだ名ちょっとあんま入ってこない。本名です、本名です。本名はない、本名は、うん、で、これでいざ行って、まあ、心霊スポットっていうのが地元でも有名な廃墟、はいはいはい、行こうやっていうことで、よし、うん、よし、それは行こうということで行って、うん、すごい怖い外観 で、うん、でこれを一人ずつ中入って回っていこう、怖、うん、って言ってて、うん、で、まあ一人目入って二、うん、人目入って、うん、で、三人目俺行くってなって、まあそいつらにも、一人目はどっちが行った？あ、ダイナミックリュック2人目がベンチプレスベーコンが行って、うん、で3人目クリスが行って、うん、でまあ2人もすごい怖かったっていう風に言って、うんうん、うわ俺こういうの苦手やないなと思って、うん、まあでもしょうがないこれは行くしかないと思っていざ行ったんよ、うん、で2階建てで1階行って、うん、くるっと1階回って、うん、階段バーって上がって、うん、で1個の部屋をガチャって開けたんよ、うん、ほんだら、ヒューッドル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 っていう音がね、急に聞こえてきたんですよ。これはまずい、これはまずいと思って、これは出て、
これは出なくちゃと思って、でいざ出たらダイナミック琉球くんとベンチプレスベーコンくんがいなくなってるんですよ。これどういうことだと思って。ちゃーい。ちょっと笑ってちょっと笑ってちょっと笑ってこれの使いどころ下手やしよしよし使わんやろよしじゃスタートモノマネ。おお、夢やまさるでいこうか。夢やまさるからの楽しんごでいこうか。あのそうやな、タン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 、チョウウッドドッコッコッ。リミックスしてた。リミックスしてた。うん、で行こうか。あのパンケーキ食べたいの前何もない。パンケーキ食べたいんかって聞こうか。うん、うん、お願いします。いいよ。お前パンケーキ食べたそうやな。パンケーキ食べたい、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 パンケーキ、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 パン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 、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ラブチューニュー、あ、ドドスコスコスコ。いやー、踊りたいわ。一緒に。おー、パンツとや。で、こっちからこう回って、うん、見てもらって、うん、戻って、戻って、戻って。もうええ、もうええ、もうええ。長いぞ。あ、ね。気持ちが入るような歌はあんの。バラードは入るね。なんかさくらんぼでいこうか。愛し合うから、うん、愛し合う二人、幸せの空、隣同士あなたと私さくらんぼ、もう一回笑顔咲く君とつながってたい。もしあの向こうに見えるものがあるなら愛し合う二人、いつの時も隣同士あなたと私さくらんぼ。あー、わかいな。さくらんぼやな。さくらんぼやな。おぉ、俺リクの変顔見たことないかもしれん。マジでわかんないからな。あ、そうなん。そいつの変顔。いや、おもろいよ。見たことあるん。うん、何回かやってるけど、おもろい。めっちゃおもろいよ、うん、お前らは書くですね。守ってるもんあるんだよ。だいぶやったな。だいぶだいぶ守りに入った変顔やったな。誰にも嫌われたないやろお前。もう一回だけ見ていい。できるできる。もう一回だけ見ていい。できんねやってやって、うん、できひんかったら、うん、いいわ。うん？その変顔見て決めるわ。うん、女優さんの変顔。めちゃくちゃ守ってるもん。全く同じやった俺やな。あぶま、肉はちゃう免除やな。倒したから 笑ってたのに。スタート。全力サビや。ヘビーローテーション。うん、オッケー、いきます。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。テレ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 、 I want youI need you, I love you,
頭の中ガンガン鳴ってるミュージックヘビーオーセーションヘビーローテーションてないもんまだ一回こいつ役入ったら長いねずっと抜けへんよなお前ってまゆゆです。ほら何も抜けへんや。今回なかなか多めやね。あのワニマの離れるのは距離だけと。ありがとうを込めて歌ったこの気持ちに嘘はないと。さよならが教えてくれた離れるのは距離だけと。ありがとうありがとう込めて歌ったこの気持ちにそれぞれが晴れるままにさよならが教えてくれた離れるまた会え離れるのは距離だけと。この感じが出てくる言うな言ったな、うん言ってたな、うん、ミュージシャンやったっけ。マスワキやったっけ。言うな。なんて。マスワキマスワキマスワキ違う全然違う。即興作り話、はい、滑らない話とかも全然いいで。あ、ほんまにください。ポンデリング。トイレに行っといれペガサス。じゃあ行きます。あ、クリス。お。これは俺が旅行に行った時の話やねんけど、家族で旅行に行った時の話で、京都に行こうっていう、はいはいはい、大体10月ぐらいかな、美味しいものでも食べに行こうっていう話をしとったんよ、はいはい、でまあ旅行の日になりまして、はい、で、朝出るぞってなったら、うん、お父さんがいきなりちょっと待ってトイレ行くわって言うから、うん、お母さんがあまたじゃトイレ行っとれって言うから、うん、元さんがトイレ行ってくるわって言って、まあ、トイレにまず行ったんや、うん、なるほどね。オッケーオッケーと思って、じゃあ出発しようかってなって、うん、で、その時に、まあ、出発して、うん、パーキングってあるやん。はい、サービスエリアか。うん、すごい、まあ、ちょっとなんかつまもうかってなって、うん、何つまもう、何つまもうってなって、いろんなの見とったら、パン屋があったんや。はいはいはい、あ、パン屋いいな。ここにしようってなって、一人ずつ何選ぼうってなって、お父さんがそこで、ペガサスペガサスがあったんよ、そこに。パン。パンに。パン。パン、ペガサスっていうパンがあったんよ、うんうん。お父さん急にどうしたって思うやん、それは。うんうん、で、そう、ペガサスを取って、うん、これ、ペガサスくださいって言って、でもペガサス買ったんよ、うん。そうなんやと思って。で、お母さん何買ったんって言ったら、まあ、ポンデリンゴ買っとったんよね。うんうん、で、二人で食べてるなと思って。うんペガサスとポンデリング食べてるなぁと思って、うん、で、まあ、そのまま旅行は続いて、うん、で旅館に着いたんやん、うん、で、うん、で、うん、旅館に着いて、まあ、飯食おうかって言って、うん、で、まあ、飯食べとったんやん、うん、で、まあ、美味しいな、美味しいなって言ってで、うん、で、うん、楽しかった楽しかったはい。湘南の風市の純恋歌、うん、今日はちょっと、はいはい、湘南の風の方が湘南の風の方本日の議題はこちら。え、美味しいパスタ作ったお前本当に美味しかったのか。美味しいパスタ作ったお前本当に美味しかったの。美味しいパスタ作ったお前本当に美味しかったのか。美味しいパスタ作ったお前本当に美味しかったのか。美味しいパスタ作ったお前本当に美味しかったのか。